18日土曜日ですけど、もう報復合戦になってるようですね。テレビ局の、制作会社レベルのですね、こちらなんとですね、この明治神宮のカーブのところが後からできた道路ですけど、このラインになってます。でこちらの目がですね、大久保 ESP のスクールとかあったとこですね。95ページ、1995年地下鉄サリンがあった、ね、あの年です。95ページとあのレイアウターですね、パブリッシャーはですね、95年の、サブウェイサリンのところ、こうなってますけども、このままですね、両目は分かったんですけれども、このなんとお花のところがですね、京王プラザホテル文化服装学院、高田健三とかですね、デザイナーのところが出た。こちらが花の穴、ノーズホールです。まあ、こちらがアイズですね。コリアンタウン、ホワイトコリアンタウン。こちらはですね、ちょっとわからないんですけど、浅草と、そうですね、あ、もう一つですね、このままですね、ここですね、こちらはですね、あの TO ナンバー3のジェミニのヘッドリングですね。こちら新宿中央パーク、90年代、1991年頃ですね、ゲイパークでしたね。たくさんのホモの、ホモのですね、イラニアンとかですね、アルジェリアンがいましたけど、ほぼ白人と区別がつかないところで、これがメイドイン浅草でですね、明治維新後起こっているってこと。こちらですね、西新宿中学校、